トップダンディの店内紹介やってきますように。高いバラだからね、これは何でもないみたいな。なんかすごい、こっから見る景色、数々のメディアとかもそういうのがされてるから、ここのそうですね、このシャンデリアの下ね、そう、見覚えもあると思うんじゃないかな、多分ここ。おう、今日も始まりました、どっこい翔平チャンネル、どっこい参加者、お願いします。本日もはい、お願いします。本日もお願いします。夜中の3時半から撮影しております。よっしゃ、本日もお願いします。はい、めちゃめちゃ LINE 来てるお客さんから。ああ、もう誕生日前だから、どっこいさんに会いたいという LINE マジで来てるよ。おお、マジで見せるわ。もっと、また今 LINE 来たもん。マジこれ嘘だよ、マジマジマジ、ほらでしょ今。いや、これマジっす。何でしょ今って、これマジっす、ね、マジで LINE 来てるんだって。直っぴ、本日はですね、もう新しいアングルでしょ、ここ新しいっすね。新しい場所で撮ってるんですけど、こどこか分かるかな、多分来た人なら分かるっす。ディーの、あのエントランスの前の廊下なんですよ、廊下階段なんですけど、はいはいはい、今日はなんとトップダンディの店内紹介やってきましょう、はい、おー、いいっすね。いや、もう分かる人には分かるんですけど、やっぱトップダンディといえば箱の広さが日本一。そうですね。で、箱の総工費が日本一。はいはい。数々のドラマの現場に使われたり、はいはいはい、まあいろんな YouTube の現場に使われたりとか、うん、まあ、かなり箱が豪華なんで、豪華ですよね。今日はぜひ、あの、来たことない人にね、はい、ぜひ、あの、トップダンディこんな感じだよっていうのをね、はい、あさってもらいたいなと思いまして、はい、今日は見ていきますか、一緒に。行っちゃいましょう。営業後なんで、ちょっと片付けはちょっと汚いんですけどね、もう、はい、綺麗にしてるんで、まあ、ついてきてください、もう。行っちゃっていいですか、はい、じゃあ。まあ、これがですね、まあ、あの、大体、もう、先月のナンバーが飾ってあって、みたいな感じ。はい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 。廊下歩くときってさ、はい、今でも緊張しない？緊張しますよ。店行くときって。はい。ザって感じしますね。そう、ノープールさんなんてやっぱ9時とか8時とかに店に行くんで。はいはい、はい。で、あの、まあ、もうお客さんがいるわけなんだよね、その辺で。キャッシャーに待ってるみたいな。はいはいはい、はい。一気にもう気が引き締まるよね。おー。そう、なんか大体こんな感じで出勤してみたいな。なるほどなるほど。そこから出勤して、みたいな。はいはいはい。やっぱ大体この辺でもお客さんがやっぱいろいろもうやってるんで、はいはいはい、俺はまず来たら絶対にやることがあって、はい、あの、ここで鏡で自分の顔確認するね、まず。なるほど、ここでそういうことっすね。そこで確認する、自分を。これ確認して、確認して、あ、いいなってなってからどうもおはようございます。なるほど、なんかすごいでしょ、なんかブランデーもあったりしてね。で、そうそう、これがあの高いバラだよね、これが何でもあるみたいな、いっぱい高いジャージでみたいな、めちゃめちゃ。でもこれがトロフィーがあってみたいな、ナンバーワンもらえるトロフィーみたいな。これどっこいさん名前もあると。そう、この間俺の名前もあったけど、はい、そう、めちゃめちゃいいでしょ。はい、で、トップダンディ、まあ、まず見てもらえますか。はい、こんな感じです、これ。はい、普段営業中はもうちょっと暗いんですけど、まあ、今必要で明るくてですね、こんな感じで。なんかすごい、こっから見る景色、なんかそうですよね、めちゃめちゃすごいっしょ、ザって感じしますよね。でしょ、なんかまあここは本当に店内紹介もちょっとあれで言いますか、せっかくなんで。あとはさ、はい、テーブルがあるんですけど、こういうふうに、はい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 、あ、これまあ、ここはもう、まあ、まあ普通ですよ、まあ、ここにテーブルがあってみたいな。はいはいはい。ここが俺らの YouTubeやってる、いつものね、そう、いつやいつまで撮るや、いつもの場所ですね。ここで、あの、ナオピがここで、そうですね、僕がこっち、ナオピここで、僕ここで、あ、俺がこう座ってみたいな。で、こう、で、いつも始まる部屋だよね、今結構暗いからピンとこないと思うけど。そうですね、そう、いつもの部屋こんな感じです。そう、なんでさ、はい、ここにしてるかっていうとさ、あの、鏡が唯一少ないんだよね、ここだけ。そうですね、そう、少ないから、はい、使いやすいなと思って、いつもこれ設定してるよね。はいはい。そうそう、こっちも同じビップレみたいな。はいはいはい。そう、ここも、まあ、ビップ席、トップダンディっていう、まあ、さっきの撮影でやっと、ここがなんかビップルームみたいな感じなの。はいはい。まあちょっと、まあちょっと段差ぐらいしかないんですけど、一応ここで接客するじゃん、女の子。女の子ここにいるじゃん。はいはいはい。だからよく全然目合ってないねって言われるの。はい。俺自分の顔ばっかり見てる。ああ、そういうことです。全然目合ってないって言われる。マジで。トップ、トイレも綺麗だからさ。はいはいはい。ちょっとトイレ見る。トイレも行きたいですね。せっかくなんで。ここがトイレね、みたいな。ここがトイレですよ。トイレが3つあるんですね。トイレで3つあって、そう、バラがあって、ね、お花があるんですよね。で、花セレブがあってみたいな、トップダンディのトイレもある。で、しっかりもうここで除菌もできる、除菌できるし、いろいろ揃ってる。そう、アメニティも揃って揃ってて、で、ここにも鏡がある。そう、ここにも鏡がある。ここにもここにもしっかり鏡がある。ここには、はい、俺がさ、従業員のトイレなの。はい、ここ来ると一回こうやって見てから行く。一回ね、しっかりとね、一回やってるやってる、見てから行く。それやる子結構多いですよね。大体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 トップダンディといえば一番メインのテーブルがあるんですよ、やっぱり、はい、あの、数々のメディアとかもそういうのがされてるから、ここの、そうですね、このシャンデリアの下ね。そう、見覚えもあると思うんじゃないかな、多分ここ。有名な言えば、とどめのキスとか、はい、とかそういうので使われてるような、はい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 、ちょっとテーブルでみたいな。はい、山崎賢人も三浦春馬ももっこ座ったみたいな、ね、そう、あとあの、それこそ水溜りボンドのも綾菜ちゃんもみんなここに撮影はみんなここにするみたいな感じの場所ですよ。で、はいはい、
上がこれシャンデリアだ、シャンデリア、シャンデリアね、そこじゃシャンデリアだ、シャンデリア、これすごいっすよね、これバイテンなんか電気ついてないね、うまいこと、確かについてない、めっちゃ綺麗だけど、俺からの景色がちょっといい、俺からの景色、これやっぱここ座るとあのシャンデリアってモニ飛ばないの、モニターがあってみたいな、そう戦争取ってくるわ、あ戦争ね、これはガスの方だ、ね、俺のファンの方でさ、なんか戦術詳しい人いないのかな、戦術ですか、戦術にあの刺繍入れてほしいの、おおそういうことですか、赤金とかでこんな感じで刺繍入れてほしいんだけど、おおそういうことですね、はい、ちょっとあのまずあのどっこいさんのファンの方で刺繍屋さん、なんか戦術屋さんだったり、はい、なんかそういうの詳しい人だったら教えてください、なんか戦術なかなかマニアックそう、あと逆に直人から見てさ、なんかあるなんかトップダンディの箱といえばなんかここが有名みたいな、なんか変なマークがあったりとかそう、こういうマークでした、こういうこういうなんか、なんかのマークですよね、これ、ね、なんだろうね、これ、俺も何かわかんないけどなんか意味あるっぽいですよね、でもね、これそうあるよね、はい、もうだから、あの今後ろのモニターいい、ナオピ、後ろのモニターをあ、このでかいやつ、一番でかいやつ、そう、これは、あの、常にナンバーが流れてるので今、まあこのコロナの時期でさ、やっぱイベントとかなかなかステージだってできないんだけど、はい、イベントってなると、ここからステージ作ってそうですね、そう、こっからステージ作ってもう椅子取っちゃいますかね、椅子そう、椅子とか全部取って全部取りますよね、であのこの辺ぐらいからバンドの人がいてみたいな、そうですよね、でっていうイベントをしたりするとダンスを持ったりで、場合によってはこの真ん中のさっきの場所もはいステージ椅子全部取ったりしてステージ作ったりして、はいはいはい、はい、そうだからもうイベントとかによってはもうこの辺全部ステージでお客さん入らずにもうバンドとか歌ったらあったりダンスしたりみたいな感じの、はいはいはい、そういう感じですね、雰囲気になるんですよね、もういやもういいっすよね、だからね、そうありがとうね、ナオピ撮影するって全部見せなくこざけてありがとうね、ラッピー、まあ、当たり前じゃないですか、それ当たり前、当たり前、それ当たり前、お前、だるそうにしたらな、はい、お前、だるそうに片付けるの、だるそうにしたらな、ラッピー、どうでした最後、ぐるぐるって見せる、ぐるってぐるっていきますじゃあ、まあ、ラッピーちょうど真ん中ぐらいからこんな感じですよ、みたいなのぐるって見てもらってね、まあ、こんな感じですね、はい、この間もまじでね広いなこれ、店でさ、電気が暗くなってレーザー入ってさ、また違うと思うの、あ、レーザーはすごいですね、で、これスモーク入ったりとかさ、照明、そういうのもある、今いろいろあるんですけど、そういうのもありますからね、はい、こっちは、まあ、ちょっとね、あの照明の付け方、ナオピンが分かんないって言うんでね、それ分かんないです、今日はこんな感じで終わりますけども、はい、はい、でも、ありがとうございました、本日は、はい、なんかもっとお店のこういうの知りたいとか、あのこういう授業の知りたいとか、なんかあればね、なんかいろいろ考えていきたいんでね、ぜひ皆さんコメントだったら DM ください、本日はありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。どっこいさんだぞ。